セイコーマート北海道のコンビニチェーンですの醤油ラーメン、揚げ麺に粉末スープと火薬がついています。麺は楕円断面でふかふかとした弾力感があります。スープは安い醤油味カップの典型で単純な味です。刺激が強めですが嫌味ではないです。具はメンマとコーンぐらいで肉はなく寂しいです。食べた印象で製造元は東洋水産かエースコックかと思いましたが、どうやら東洋水産だそうです。